皆さんこんこにちは山梨ラボの飯島ですえー、今日はですねあの農業をしてる方がゴールデンウィークどういったふうに過ごしてるのかなっていうようなお話をさせていただければと思いました。まあ実際農業やってる人ってゴールデンウィークってものすごい忙しい方が多いと思うんですよね。 例えばまあ僕で言えば草刈りまあゴールデンウィークまあ連休ですよねそういったところでいろんなことをやっております実際あの農業農家農家さんの方がねあのいろんなことをまあ実際今 SNS でゴールデンウィークどうやって過ごしてるかなんてすごくいろいろやってるんでまあちょっとこんな感じですっていうのをまあちょっとね今日動画が撮れなかったんで去年のちょうどあの5月の のちょっと見つけたんで皆さんにシェアできたらなっていうところとあとまあよーく見るとそのね北斗市高年の景観もよく見えるんで、まあ、そういったとこもあのちょっとあこういうとこなんだねっていうその田舎の素晴らしさじゃない農業のあるとこの素晴らしさみたいなことを、まあ、共有できたらなっていうふうに思って作らさせていただきました。 実際本当にもうこの時期はあの田植え以外はもうほぼほぼ草刈りですねそうですね今日もえっ、ー、と草刈りえっ、ー、と4人で午前中やって何枚かな6枚6枚かなで午後も6枚ぐらいですかねそのくらいやらさせてもらいましたまあ明日もまた引き続き頑張りますんでぜひいいねフォローコメントを いただけると頑張れるんでよろしくお願いしますありがとうございました